本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回なんですけども、久しぶりにですね、小説レビューをしていきたいと思います。私監督なんですが、文庫系をよく見るのですが、一番見るところがですね、こちら、メディアワークス文庫ですね。こちらの文庫は SF とかファンタジーとか青春とかラブコメとか、そういう要素が多い夢やロマンが溢れる小説ですね。監督自身ですね、ブックオフで 2,3 ヶ月に1回ぐらい大量買いするんですよ。ほとんどこのメディアワークス文庫が多いんですけども、その中の一冊がこちら、ヒューローライン。見たの結構前なんですけども、とても心に残っているので、ぜひ動画で紹介したいと思います。ざっくりとした内容なんですけども、青春、これ何ていうの、青春海中、青春海中、青春海中ど真ん中、熱く切ない弓道ストーリー。ざっくり言うと、この少年が主人公ですね、弓道の部活に入るみたいな、そういう話です。弓版光の碁と一人版ちはやふるみたいな感じですね。感想としましたですね、スポコンものとしてむちゃくちゃ楽しみました。部活動ものとして、弓道をですね、メインとしてますので、そこにかける熱意とかは、やっぱり聞きましたね。先ほども言った通り、光の碁みたいな感じで、古い人の念がですね、この、表紙には映ってはいないのですが、と言いました、余一さんがですね、こういった方になります。その昔の時代の人が降ってきて、主人公しか見えないんですけども、話すんですよね。こいつの持つ弓道の型ってのがありまして、大会みたいなのがあるんですけども、古い型を使うのか、それとも我流で行くのかっていうですね、そこの駆け引き。そして、この主人公の幼児くんに関してはですね、初めの頃は弓道に全然興味がなかったんですよね。とあることがきっかけで乗り移られて、こちらの、ヒロイン的な先輩の女部長ですね、あずさ先輩に目をつけられて、ちょっと横島な気持ちで、こんな先輩に憧れみたいなところも含めつつの、入部するわけなんですけども、そこからですね、この主人公りょうじくんがですね、恋の駆け引きとかも最初の頃はあるんですけども、後輩になりつれてもうどんどん弓道に一直線になってのめり込んでいく姿、そこですね。見どころはやっぱりもうラストのですね、弓道バトルのシーンですね。映像が見えました。弓道って正直あまりスポットが当てられていないというか、あまり見たことがなかったというのはやっぱ個人的にあったので、そこもやっぱり興味深く読み進めることができました。自分との戦い、むちゃくちゃ奥深さを感じました。あとやっぱり余一ね、余一との関係、もう自分にしか見えない、そういうその心の触れ合い、バディモノと言ったらいいのかな、コントみたいな感じでですね、会話したりするので、結構コメディ的な要素もこの作品含まれております。あとですね、この作品ももちろんなんですけども、このメディアワークス文庫って結構サクサク物語が進むので、すごいテンポがいいです。この作者さんがですね、末場英さんという方なんですけど、ちょっと他のこちらにプロフィール載ってたんで読みます。福島県出身で、2011年にレッドイットビーで、電撃文庫よりデビュー。親近感のある人物と温かい心理描写を得意とする。他の本としては、同じくメディアワークスさんから出されています水族館の板前さんというものを出しているそうです。こちらですね、もうぜひ見たいと思います。はい、というわけでですね、今回は小説レビューですね、弓道ライフ、こちらとてもおすすめ、とても見やすいんですね。テンポが良くてもサクサク読める本なので、ぜひですね、興味がある方、弓道に興味がなくても、こういう部活のスポコンものって結構熱いんですよ。あとやっぱその光の碁みたいにバディものが好きな方はもうぜひおすすめです。はい、というわけでですね、今回は弓道ライフを小説レビューとしまして出させていただきました。監督ラボですね、他にもですね、いろんな動画出しておりますので、ぜひですね、興味がある方は、チャンネル登録、また参考になったなっていう方はですね、いいねぜひ押してください。今後もよろしくお願いいたします。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。